イーストオレンジはアメリカ合衆国ニュージャージー州の北部エセックス郡の中央南東寄りにある都市である。2010年国勢調査での人口は64,270人だった。2000年国勢調査時点からは5,554人8.0%の減少。1990年からは9,282人12.6%の減少だった。 2010年の人口では、州内第20位の自治体であり、2000年の第14位から交代した。イーストオレンジは、当初、1863年3月4日に、ニュージャージー州議会の方により、タウンシップとして法人化された。その領域は現在西隣にあるオレンジ町から取られた。1899年12月9日、これより2日前に行われた。 住民投票の結果に基づき、市として再度法人化された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、領域全面積は3.924平方マイルであり、すべて陸地である。イーストオレンジは、東と南にニューワーク市、南西にサウスオレンジタウンシップ、西にオレンジタウンシップ、北にクレンリッチボロとブルームフィールドタウンシップと接している。イーストオレンジの中に、 その一部、または全部が入っている未編入領域として、アンペアとブリックチャーチがある。アンブローズウォード邸宅、イーストオレンジの昔の富の名残、1898年建設。現在は、ニュージャージー州アフリカ系アメリカ人ファンドが入っている。イーストオレンジは公式に5つの区に分けられているが、非公式にはさらに多くの地区にも分けられる。サウスマンアベニューにある、 第二次世界大戦以前のアパート以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年国勢調査の一部として、イーストオレンジ住民の89.46%が黒人あるいはアフリカ系アメリカ人と申告した。これはアメリカ合衆国では、 最大級のアフリカ系アメリカ人とカリブ系アメリカ人の比率であり、ニュージャージー州の人口1000人以上の場所すべての中ではローンサイドの93.6%に次いで第2位である。ハイチ系アメリカ人の比率も高く、2000年国勢調査では2852人がハイチ人の子孫と申告していた。全人口に対する比率はまだ小さいながら、 オレンジとイーストオレンジはガイアナ系アメリカ人の比率も国内で最大級である。2000年国勢調査ではイーストオレンジ住民の2.5%がガイアナ系と申告していた。ニューヨーク市のクイーンズとブルックリン各区が絶対数では多いが2.9%のオレンジとイーストオレンジは 人口1000人以上のアメリカ合衆国の場所の中で最大の外野な系構成比を示していた。イーストオレンジの一部は都市産業ゾーンに入っている。ゾーン内で雇用を促進できるメリット以外に資格ある店で消費者は消費税を週平均の7%ではなく3.5%に減らして払うことができる。イーストオレンジ市役所。 イースト・オレンジはニュージャージー州の自治体の中で市の形態の政府を採用している。政府は一人の市長と10人の委員による市政委員会で構成されており、委員は市内のオードと呼ばれる5つの小選挙区からそれぞれ2人を代表にしている。市長は全市を選挙区に直接選挙される。市政委員は各選挙区から1人を選ぶ選挙を2年ごとに行い、 任期は4年間である。市政委員会は条例を法令化し、決議あるいは道義を議決し、市長から提出される、市予算を審査して採択する責任がある、市政府の立法機能を担当している。イースト・オレンジ市長を務めた最初のアフリカ系アメリカ人は、1970年から1978年まで、連続に期を務めたウィリアム・エス・ハート・シニアだった。 ハート中学校が彼にちなんで名付けられた。イーストオレンジ郵便局イーストオレンジ氏は、アメリカ合衆国会議員の選挙で、ニュージャージー州第10選挙区に属している。衆議会会員では、第34選挙区に入っている。2011年3月23日時点で、登録有権者総数は36,280人であり、そのうち21,646人。 59.7%が民主党に396人、1.1%が共和党に14,228人、39.2%が無党派に登録されている。その他の政党は10人である。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバマは24,862票、98.5%、 共和党のミッドロムニーが330票、1.3%、その他の候補者が46票、0.2%という結果だった。登録有権者39,668人のうち25,375人、64.0%が投票し、137票が無効だった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、 民主党のバラク・オバマは24,718票、97.7%、共和党のジョン・マケインが408票、1.6%、その他の候補者が35票、0.1%という結果だった。登録有権者36,891人のうち25,304人、68.6%が投票した。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーが19447票、93.2%、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが1225票、5.9%、その他の候補者が128票、0.4%だった。登録有権者3328人のうち2856人、62.6%が、 投票した。2013年ニュージャージ州知事選挙では民主党のバーバラ・ブオノが9413票、88.0%、共和党のクリス・クリスティが1212票、11.3%、その他の候補者が75票、0.7%だった。登録有権者41016人のうち11269人。 27.5%が投票した。569票が無効票だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、民主党のジョン・コーザインが12,554票、94.4%、共和党のクリス・クリスティが380票、2.9%、独立系のクリス・ダゲットが153票、1.2%、その他の候補者が63票、 0.5%だった。登録有権者36,157人のうち13,295人36.8%が投票した。イーストオレンジ市の公共教育はイーストオレンジ公共教育学区が運営しており、就学前から12年生までの児童生徒に対応している。この学区は州全体に31ある元アボット学区の一つである。これは ニュージャージー州学校開発局の監督に基づき、学校校舎の建設と改修の費用を州が負担することを要求するものであり、現在は SDA 学区と呼ばれている。2011年から2012年の教育年度で、この学区には二重つの学校があり、9709人の児童生徒が学び、教師は常勤換算で867.0人、生徒、 教師比率は11.20対1だった。学区内の学校は以下の通りである。生徒数は教育統計全国センターによる。イーストオレンジコミュニティチャータースクールは公立のチャータースクールであり、教育学区とは別にニュージャージー州教育省が認めたチャーターの下に運営されている。イーストオレンジ公共図書館体系にはかつて、 ニュージャージー州にある36のカーネギー図書館のうち3つが含まれていた。蔵書は34万4000冊。年間貸し出し数は約31万9000件ある。アーラススナー学校は2005年からイーストオレンジにあるマドラサであり、幼稚園から12年生を教えている。イーストオレンジはガーデンステート公園道路と 週刊高速道路280号線の交差点にある。ガーデンステート公園道路は市内を通って南のニューアーク市と北のブルームフィールドを結んでいる。インターチェンジ145番で週刊高速道路280号線と接続し、同147番でスプリングフィールドアベニューに接続している。2010年5月時点でイーストオレンジ市内には 総延長83.43マイルの道路がある。そのうち73.27マイルが、市の保守に6.30マイルが、エセックス郡1.52マイルが、ニュージャージー州交通省2.34マイルは、ニュージャージーターンパイク管理局の管轄である。市内や、周辺の町への交通は、高知 USA のバス便24系統と44系統、 またニュージャージートランジットのバス便を34、41、71、73、79、90、92、94、97各系統がある。ニュージャージートランジットの通勤鉄道、モリスエーセックス線では市内に2つの駅がある。イーストオレンジ駅は週間高速道路285線に市域の片傍らにあり、 イーストオレンジュ市役所の駐車場から道路向かいにある。メインストリートを西に1マイル進むと、ブリックチャーチ駅があり、利用客数はこの駅の方が多い。どちらの駅からも毎日、方々県駅行きやニューヨーク市マンハッタン、ミッドタウンにある、ペンシルベニア駅行きのミッドタウン直行便が運行されている。ニューアークリバティ国際空港は、近くのニューアーク市とエリザベス市にまたがり、 イーストオレンジからは7.8マイルの距離にある。イーストオレンジ市は次の都市と姉妹都市を結んでいる。イーストオレンジ市で生まれ、居住し、あるいは密接な関わりがあった著名人は以下の通りである。ありがとうございます。